ですが、まあショッピングモールやああいうチェーン店とは違うローカルなお店にこうスポットを当ててどんどん取材に行っていこうと思うんで、でまあこのチャンネルのコンセプトとしては、人とのつながりや触れ合いを大切に持っていきたいと思うんで、皆さんは応援よろしくお願いいたします。でまあ僕もその人とのつながりとかを大切にしていく上で、これから自分で仕事をしていくのにキッチンカーというもので、そういうのを僕もやっていこうと思うんで、でまあそのキッチンカーはまだ全然できてないんですが、今から車を探してもらって自分で内装とかも作っていこうと思うんで、そういうところも全部含めてこういうこのチャンネルで配信していこうと思いますんで、よろしければそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。はい、こちらの方がオーナー兼クラフトマンの水谷さんです。ありがとうございます。あ、こういうウォレットとか硬いの？硬いですか？ちゃんと普段通りしゃべる。普段通りいきますか？なんか変やで。変っすか？うん、このまま取っといて。あ、ほんすか。あ、こういうウォレットとか、まあ、コインケースとかあるっすけど、他どんな、まあ、今までどんなオーダーが入ってきたっすか？今までのオーダーは、まあ、例えば大工さんの腰袋、ああ工具さすやつで、けど大工さんによっては持つ位置がやっぱりここで違うから、その道具の配置に合わせてオーダーで作らせてもらったりとか、ああなるほど、あとハーレー乗ってる人とかやったらちょっとこだわった丈夫なサドルバッグ、横にハーレーの横についてるような、ああまあそうですね、そう、まあ、そういうのとか、まあ、美容師さんとかやったらシザーケースとかね、ああこのハサミ入れるやつっすね。そう、あ、その中でも今の一番一押しのこの商品、あ、オーダーじゃなくね、オーダーじゃなく、そうですね、商品は今ここに置いてる、手染めで何層にも重ねて色を重ねていく手染めっていうやり方があって、そしたらやっぱりこういう商品、光の当たり方で色がどんどんこう見え方が変わる、ライトの加減で色が変わるし、蛍光色だってのライトに当たるとまた色が変化する。ああなるほど。これとかやってもこう徐々にこう濃く入れていってるんですね。これもあのギターなんかでよくあるサンバーストっていう色。ああなんか、ね、それをもう手染めだけで何層にも色を重ねていって表現してるっていう。ああなるほど。なのでまあよくあるラウンドファスナータイプじゃないけど。まあ、よくみんな2年ぐらいでここのファスナーが開いてきて壊れたとかっていう嫌な経験があるので、うちとしてはもうできるだけこのファスナーが壊れにくいようにこの滑らかに最初から作ってたくさん収納できるように。ああそうですね、結構カードも入るっすね。とまあ財布に、営業マンの人なんかそうなんやけど、名刺入れ忘れた時に財布にちょっと名刺入れれたらなっていうところがあるから、ここにちょっと名刺の入る、あーなるほど、ポケットを2箇所つけてます。あそうですね、これやったら別にバイク乗るとか関係なくどんな時でも使えるような形ですよね。そうね、女の人でも。そうですね、よかったら一つどうですか？またあ、これで4万円ぐらいですか？あ、これ4万円ぐらい。あでも全然、全部これ一つ一つパーツ手作りで、で4万円やったら全然いいですね。あ、おかげでありがとう。いやまたのご機会に。で、ケータリングカー始めるって？あ、そうです、ケータリングカー始めます。キッチンカー？キッチンカー。いつから？いつから、まあ4月中ぐらいにできたらいいっすかね。自分で作っていくの？あ、中作っていきます。すごいな。ありがとうございます。ほんで？ほんで、まあ、まあよかったら食べに来てくださいね。何やるの？チキンオーバーライス。チキンオーバーライスって何な？チキンオーバーライスってあれっすよ、あのターメリックライスの上にこうタンドリーチキンみたいな、あ、あの黄色いご飯みたいな、そうでもその上にこうサルサソースとかかけてだけ、まあ野菜とかもう横に、チキンオーバーライスと他にも何かやるの？まあ、チキンオーバーライスと、まあ、スープオンライスっていうこうちょっととろみのある、あ、今あの女性にも人気があるヘルシーなやつですね。そう、まあ、そこに温野菜とかも乗っけて彩りも考えてヘルシーな感じで体にいい。そうっす。
真夏場でもね、あのクーラーとか寒かったりしたらやっぱ温かいの食べたい人とかも、ね、あ、体が冷えるからね。そうそうそう、冷え性の人、女性多いからな。はい、なんかそこ2つと、まあタコライスとか他のもんもまあプラスアルファ、そのとその時でちょっとメニューを増やしたり変えたり、そうですね、それをやってくるよね。まあ、そうですね。まああとはランチタイム終わったら、まあコーヒーとか、まあ、あとはベニエっていうちょっとドーナツ。それどこの国の？アメリカのニューオーリンズの、まあ、郷土料理みたいな、家庭の味みたいな。コーヒーを飲みながらそのスイーツじゃないけど、そうですね、ベニエをと一緒にコーヒーをっていうので、まあちょっとランチ終わったぐらいの時間からちょっと休憩する感じで、そうですね、3時以降、そうですね、2時以降かな。まあそれ2つでこうちょっとやっていこうかな。ああ、ですね、すごいな、それだけで生計立てていけるまあそっからまあ土日とか、まあイベントとか。なんでキッチンカーをやろうと思ったの？まあ、今までいろんな人とね、こうやっぱつながってきたんで、そういうのをこうさらに広げていったり、まあ、さらにオフィス街とかにも出したら、やっぱ今までこうサラリーマンの人ってあんまり接することなかったんで、まあ、そういう人らともこう仲良くなれるかなっていう。今までほんなら出会わないような人らとキッチンカーを通じていろんな場所に出店して、そうですね、いろんな人との触れ合いっていうことね。そうですね。と、まあいろんな人から話を聞いていろんな学びたいってことの若いから。そうですね、もういろんな人からね、やっぱ基本的にまだ僕若いんで、やっぱ僕より年上の人は、まあ、ちょっとハゲてきてるけどね。あ、それはもうカットでほんで、まあ年上の人らがやっぱり多いんで、でまあちょっと、まあ、最終的には店舗を持ちたいっていう気持ちはあるんですけど、まあちょっと今のうちはいろんな人と接していろんなことを学んでからちょっと店舗に行くまでの間ちょっとキッチンカー、まあ、固定店舗になるとどうしてもね、地域が限られる、ね、そうなんですよね、やっぱお客さんが結構偏ってしまうんで。それでキッチンカー。そうですね、まあ土日とかいろんなとこ回って、イベントイベントで、そういうのもここで告知してくれるの？イベントいつに出店しますとか。ああ、そうそう、もうこのチャンネルで決まればこのチャンネルでどんどん配信していきますんで、ぜひチェックしておいてください。よろしくお願いします。ぐらいですか？うん、ぐらいじゃない。ああ、そうですか。ていうか、うちの店の紹介っていうより、キッチンカーの紹介に途中からなってるよね。そうですね。まあ、ありがたいです。ありがとうございます。うん、ちゃんと閉めてよ。はい。まあ、ここ…あ、コーヒー。コーヒーですよ、コーヒー。コーヒースペシャリティーコーヒー、これ忘れたあかんやつですね。まあ日常革製品にしょっちゅう用事がないと思うので、まあまあまあ、まあ、ブラッと遊びに気がてらスペシャリティーコーヒーでも飲みに来ていただけたらなっていうのがうちのコンセプトなんで。ああ、今ちなみにコーヒーは何が取り扱ってるのとか。おすすめは、まあ、今だったらブラジルショコラのピーベリーってちょっとなかなか出回らないコーヒーを。ああ、味的にはどういうコーヒー？基本的にうちのスペシャルティーコーヒーはもう焙煎はもう50年ぐらいやってはるお店にお任せしているので、できるだけ焙煎だけで甘みを出してもらうコーヒーを基本的にやってるんで、ブラックが飲めないお客さんでもうちのコーヒーだったら飲んでいただけるっていう。あ、それはもう誰でも飲みに来れますね。もうミルクも砂糖も入れなくても本来のコーヒーだけの味を味わってもらえるようにちゃんと作ってます。ああ、なるほど。まあ僕はね、もうしょっちゅう飲みに来てるからね、もうどんな味かもう全然分かってるんですけどね。まあ全然カオのことのご相談にも来ていただいてもいいですし、まあブラッドコーヒー飲みに来ていただけるのでも大丈夫なんで、ぜひオリジナルカオ工房スリーピングシープでお待ちしております。よろしくお願いします。バイバイ。